高い高齢化率で30年後の日本の姿と言われている地域が岡山にあります。倉敷市の下津井地区です。人口減少が進んでいますが、その一方で少しずつ増え始めているのが移住者です。魅力の一つとなっているのは、古民家が並ぶ風景に象徴される町のぬくもり。このほど、この古民家をお試しで貸し出し、移住を促進しようという取り組みも始まりました。地区が150年ぐらいになるんですけども、江戸時代から明治初期っていう形でこう建てられた古民家になります。倉敷市で工務店を経営しながら、全国古民家再生協会岡山支部の代表も務める正田純也さんです。日本の十文化である古民家を後世に残したいと、下津井地区の古民家の再生に取り組んでいます。ここもあるんですけども、こういう大黒柱、これ欅の大黒柱なんですけども、今ではこういうふうな柱はなかなか使わないんですけど、こういう柱を生かしたような、あと土壁があったりとか、あと天井のね、大引き天井っていうのがあったりとかね、宿泊施設だとかね、飲食店とか、さまざまなこう施設にこう利用ができるかなっていうふうに考えたりとかしてます。そうですね、一言で言うと、僕は地域の宝っていう感じですかね。瀬戸大橋のたもとに位置する倉敷市下津井地区。かつて大阪と北海道とを結ぶ北前船の寄港地としても栄えた港町です。今朝一番早うに学校へ行くんが自慢じゃ。目と鼻の、およそ60年前の映像には路地を行き交う多くの人々の姿が残っています。あっちキョロキョロ、こっちフラフラ、何残ってんねん。しかし、昔は60軒ぐらいあった、今18軒ぐらい。もう70たら若手だけど、もう80代になる人が多い。若い人が持ってきてね、賑やかになったらいいんですけどね。下津井地区の人口は右肩下がり、高齢化率は 44.3% まで進み、岡山県内でもかなり高い地域です。そのため住人がおらず、管理が行き届いていない空き家がおよそ 30% を占めるといいます。そんな静まり返る町に、5年前東京から移住してきた男性がいます。オリジナルジーンズを作りたいとやってきた福川太郎さんです。店舗を探していた時、正田さんから古民家の紹介を受け、改装して店舗兼住宅にすることを決めました。ここなんかじいちゃんが並んでるんですけど、なんとなくそのじいちゃんのヴィンテージ感とか、そういうのがこの建物の雰囲気とマッチして、店舗として活用する意味でちょうどよかったのかなと思います。長年住人の暮らしと共にあった建物だからこそもたらされるぬくもり。この景観、建物といった町のぬくもりには人を引きつける力があるはずだと福川さんは感じています。景色がいいっていうのはもちろんそうなんですけど、あと移住者がポツポツ来始めてるんで、そういう意味でのチームワークみたいのはこれから出てくるんじゃないかなと思います。古民家に興味を持ってもらい、移住者を増やしたい。そこで正田さんが所属する町おこし団体が倉敷市の委託を受け、3月に始めたのが下津井シービレッジハウスです。県外からの移住希望者が最大2週間1泊1000円で宿泊できるお試し住宅。築100年の豆腐屋を改装し、古民家や下津井での暮らしを体験できるもので、2ヶ月先までほぼ満室だといいます。もう何もしないとこのまま人口は増えずに持っていくんですけども、地域のね、こう私たちがこう町おこしをして観光振興しながら、それをこう目指してね、こうチャンスがあるっていうことで若い人たちがこう移ってくることでね、
やっぱり活性化してくるんじゃないかなというふうに思ったりとかしますかね。眠ったままの古民家が下津に再び人を呼び戻す資源に、正田さんは新たな可能性を感じています。古民家の活用をこうしながらね、こう若い人たちがこう入ってきて、あと地元に住んでる人たちですね、おじいちゃんおばあちゃんも含めてね、こうみんながこう調和するような町っていうのをこうぜひ作っていきたいですね。古き良き時代が残る下津井地区、人々が生きてきた証、古民家が新たな未来を作るのかもしれません。これ古民家に注目が集まったっていうのは、多分四国の山奥なんかでもそうですけど、最初外国人が結構住み着いたりして話題になったんですね。でそれから都市部の人たちが来てやるんですけども、古民家のこの再生っていうのは、まあ、古民家持ってる人たちも何とか使ってほしいと思うんですけども、なかなか外から来た全く知らない人がやりだしてもついていけないっていうようなところもあるので、この正田さんみたいにやっぱり地元に根付いた人が間に入って、こういうふうに作りましょうねっていうやり方がね、一番うまくいくっていうふうに言われてるんですよ。下津井地区ではこうした正田さんのように町おこしを始めている方がまあいらっしゃるんですけれども、今でこう県外から来た方も、まあ、さらにその町おこしに加わって一緒にしてるんですよ ね。 そうですね。それと古民家一軒だけではなかなか難しいので、いろんなこうレストランを開いたりとか泊まる場所だとか、こう町全体で古民家も含めて考えるっていうのが素晴らしいやり方ですね。こう下津井地区本当に自然も豊かですし、まあ、これからさらにこう若い人がたくさん住んでくれたらいいなと思います。